主語はもう、まあ、すごいっすよ。もう、すごいっす。もう、高値も、だって1600円が2600円になるわけですから。おかしくない天皇価格で平均1600円で売られてたのが平均2600円で売られるになるし、この底値も1600円、1500円ぐらいだったのが今1500、600円まで上がってるわけでしょ、うん、だからまあもうおめでとうございます。本当ね、いちご農家さんの努力、いちご農家さんの、ね、品種改良された方々の努力、そしてやっぱり日本人いちごが好きですいちごが好きだからまあ売れてますね。じゃあ山下さん、何やっぱりこれも上がったものは下がるっていうふうになるのって、ここなんだよね。いちごに関してはそういうことじゃないような気がするんだよね。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美術会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですね、こちらの農を一緒に確認していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマこちらになります。今売れている農産物の価格推移ということで、まあ今までねちょっとシリーズで今回お届けしております、まあ、今回はですね、今売れているやつ、今ちょっと旬ですよっていうやつをですね、あえて、ちょっとまとめてみました。今までね、やれ火砕類だ、葉物だ、じゃが玉人参だとか、まあ、いろんなねこうカテゴリー分類分けしてましたけど、今回はちょっとアトランダムに今これ売れてますよっていうふうなところをね4つちょっとご紹介しようと思います。でもね、もうほんとね、まあ、農産物の価格って、まあ、市場、これ店頭価格です、店頭価格。で、これちょっと、お伝えし忘れてましたけど、これ総務省の統計局が出してるやつがネットからこう、まあ、引っ張ってきてるやつなんで、まあ、これね、ちゃんと運用していいよというふうに下に書いてあったんで、まあ、活用させていただいてるんですけれども、やはりね、とにかく今から値段、ね、物の値段、食べ物の値段、食品の値段って、ほんとこうね、変わっていきます。まあまあ、率直に言うと高くなっていくわけですよ。でその高くなっていくのに我々も原材料が、ね、高くなるからやっぱり高く売れてほしいわけじゃないですか。ただマーケットがどう動いているかってこれ知るの結構本当大事なんですよね。だからぜひね、我々はね、今物の値段、店頭で一体値頃感、消費者が一体どのくらいの値段で買ってるのかっていうのを知った上で、じゃあ我々は供給するときには、まあ、どのくらいの価格で供給して、でってことは、最高で売れてもこの金額と、じゃあ作る時に原価はここまで抑えなきゃね、まあ、そこまで想像をねぜひ膨らませていただきたい、まあ、そう思ってね、まあ、こういう動画をちょっと作っております。さあ行きましょう。早速ですけれども、じゃあ今売れてる農産物、さあ何があるか、まず一つ目はこちらです。里芋、里芋売れてますね。まあ、里芋、まあ、この表でもお分かりの通り、こちらほらもうほら平成30年から皮切りにこう上がってるんですよ。これほら、ね、他の、ね、今までの動画をご覧いただいた方お分かりの通り、いやいや山下さん、ほら平成30年までバーピークで、それからうわー下がってるみたいな、そんな表ばっかりだったでしょ。ところが里芋ちょっと違いますよ。里芋は逆に28年ピークで、まあ、ちょっと下がったんですけど、改めてまたもう一回こう持ち直してるということになります。ちょっとだけなんか里芋他の農産物の動きちゃいますよね、うん、で今結構高値で来ています。里芋ね、まあ、確かにずっと高いですよね、うん、だから、うん、まあそういう意味からするとね、何作ろうかなって迷ってらっしゃる方は結構いいんじゃないかなと思いますが、もう今高値が続いていくってことは、もしかしたらちょっとねここから少し値が落ち着くのかなというふうにも見てます。まあね、上がったものは下がる、下がったものは上がるの原理原則からいけば、だからまあ令和4年ぐらいまでもいけると思うんですけど、ここからもしかしたらねちょっとだけ下がるのかな、まあ、こういう大きなバイオリズム、価格推移の大きなこのバイオリズムっていうのを見ておけば、まあうまい具合に、うん、なんか自分のところの経営にもね、あの売上にもねちょっと貢献できるのかな。まあ、これねよく、まあ、皆さん方もご存知の通り、あの高いを追うやつはいつも損するみたいな、なんかそういうの地域で言われてません？もう あれが高いけんわ、これが高いからわ、高いってなった時に追っかけるとどうせ下がるんですよね。だからむしろ下がってるような時に始めた人って今も儲かってるわけじゃないですか、うん、だから今上がってるよ、じゃあ里芋やった方がいいですか、うん、どうなんでしょうねっていうふうに考えるのが普通だと思うんですよね。はい、じゃあ次いきますよ。じゃあ次こちらさつまいもです。さつまいも見てくださいよ、山下さん嘘つき、平成30年までがブレイクしてそれから下がるんじゃないのって言ったら、30年までに向けて下がってるやないかい
そして30年から上がっとるやないかい。そうなんです。さつまいも、いわゆる甘蔗、これはですね、まあ紅はるかのおかげってとか、シルク国だったっけのおかげというか、まあ美味しい品種が出たおかげで、まあ空前の芋ブーム。実はこれ平成10年から15年にかけて、空前の芋焼酎ブームっていうのがあったんです。だからその空前の芋焼酎ブームの時にブワーって値段が上がったんですけど、今回もう一回来ました。おめでとうございます。もう一回さつまいもブーム来ました。来たね。だってこんなですよ、ほら、もう底値がこうやって上がってるから、底値が、で底値が上がることによって30年元年2年3年って4年も行きますよ。4年行くんですが、まあまあね、くどいようですけど、まあそれがまだもっと天井知らずで上がるかって話ですよ。まあさすがにそんなわけないですよね、うん、でも日本人はとにかく芋が好きなんで、とまあ美味しい品種が出たっていうのもあるからこれだけ売れてる、うん、まあでもほらこんな風にまたね下がる可能性もある。いやまあ間違いなく1回は下がりますんで、まあこの辺今ピークなんだってことを知っておかなきゃいけないですよね。今から鑑賞ね、もう大体業者さんがね、もう行ってきます。あ、作ってください作ってください、今芋めちゃめちゃ売れてるんですよがもう花です。うん、でもみんなが作付けする、量が出る、履けなくなる、価格が下がるっていうふうなのは大体もう世のセオリーなんで、ちょうど今ね、今年令和4年ぐらいがまあピークを迎えるんじゃないだろうかと。まあでもすみませんね、今ちょうど芋の植え付けされてる真っ最中なんで、いやいや山下、今頃行ったところ、俺もう芋をもう何丁と植えてしまったよってまあおっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、うん、だから今のうちにやっぱり契約栽培とかができるんであればですね、高い時に営業してた方がいいです、うん、値段が下がり始めてから営業すると、なんだよ安くなったからといって一滴上がってって思われるじゃないですか。今値段が高い時に、あ、もう値段が下がることがもう予測できるわけだから、あ、うちはですね今ちょっと高いでしょ、あのうちちょっと下くぐってこの辺で今年供給しますから来年もそのくらいの値段で取ってくださいって、これ賢いと思いません？そんな風にやっぱ営業やんなきゃ。だから今ちょうど営業するんですよ。だって商社ね、青果業者さん、うわ芋高えなって、だってもうキロね300円とかで仕入れなきゃいけないわけでしょ、ね、で、店頭価格が800円ぐらいでしょ、ということは300円400円で仕入れなきゃいけないところに、あ、うち、200、まあまあ、280円でいいかどうかちょっと分かんないけど、まあ、そんなふうに300円ぐらいでいいですよっていうふうに言っとくと、うわ嬉しい、じゃあちょっとうちと取引しましょうよっていうふうに、今年チャンスですよ、このね、今年までだと思いますおそらくこんな高値がつくのはですね、うん、あ、もちろんね、元腐れ病とかが、ね、あってやっぱリスクがあるから作付けはバン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 増えてて、まあ、その辺のリスクもあるからね、一概にはね、そんな増えることはないかもしれませんけど、まあ、いろんなね、農薬も出てくるし、いろんな作方で皆さんの工夫努力であの病気もねちょっと今抑え込みに今なってるじゃないですか。だから、まあ、量的な部分は結構ボリュームアップで市場に出回るんじゃないだろうか。だから今のうちにちょっとね、相対取引バンバンしてちょっと、高値も欲しいんだけど、その先を見越してもう今のうちにこうね潜り込むっていう、まあ、そういう戦略もどうかなというふうに思っています。さあ次、みかんです。みかんはね、正直私は分かりませんすいませんね、果樹関係の方本当申し訳ないです。僕はみかん詳しくないです。みかん詳しくないんですけど、どうなんですかね、パッと見安定してるように見えますけどね、パッと見安定してるように見えますよね。でこの山の大きさも結構同じぐらいの大きさで来てますよね。で微妙にここの安値の底ね、安値が少しずつ上がってきてますよね。だから僕の中では今ちょっと来てるんじゃないですかってね。だって平成27年からすると、まあ、28年ちょっと上がって下がったりしましたけど、じわじわと、まあ、550円から600円近くまで、この店頭価格ですよ、これ店頭価格ね、店頭価格で少しずつ上がってきてるから、なんかみかんはあの上のね最高値じゃなくて底値が上がってきてるっていうのは僕はすごくいい傾向だなと思って、まあ、今回のコーナーに入れたんです。これ今売れているやつシリーズですからね、今売れているやつシリーズだから。でみかんに関してはもうね、いやなんかみかん高いらしいよ、じゃあ今からみかん植えようかなって人あんまりいないじゃないですか。だから僕は結構楽観的というかちょっとポジティブな見方をしてるんですよね。みかんはちゃんとね手入れして、ちゃんとねそれなりの味を出して、まあ
ね、供給すればなんか売れそうな気、売れていってる感じがします、うん、っていうふうなね、まあ、私なりの見立てです。さあじゃあ次、みかんときたならばそう、フルーツの王様いちご。いやもうこれもご覧の通りですよ。まあいちごバブルですもう、それ以上でもそれ以下でもございません。まあね、いちごはもうまあすごいですよ、うん、もうすごいです。もう高値もだって1600円が2600円になるわけですからおかしくない店頭価格で平均1600円で売られてたのが平均2600円で売られるになるし、この底値も1600円、1500円ぐらいだったのが今1500、600円まで上がってるわけでしょ、うん、だからまあもうおめでとうございます。本当ね、いちご農家さんの努力、いちご農家さんの、ね、品種改良された方々の努力、そしてやっぱり日本人いちごが好きですいちごが好きだからまあ売れてますね。じゃあ山下さん、何やっぱりこれも上がったものは下がるっていうふうになるのって、ここなんだよね。いちごに関してはそういうことじゃないような気がするんだよね、まあ、だからといって、もっともっと高級なイチゴが出てきてもっともっとイチゴが高くなる、まあそういうのもあるのかな。ごめんなさいね、ちょっと歯切れの悪いけど、イチゴはなんかもっと高くなるのかな。いや、ここもだからやっぱあれですよ、消費者がどこまで出すかですよ、イチゴにね、一パックにね、一パックにまあまあまあ、それこそもう春先4月5月になれば1パック、ね、サンキュッパみたいなのも出てるけど、まあ、冬はどうだろう、1パック、ね、1500円ぐらいしてるやつもあるじゃないですか、だからどうだな、一応悩むな、まあ、悩むというかでも、増えるのは増えるでしょうね、ただ値段がね、これが店頭価格でキロ3000円、4000円っていうふうにまで登っていくかどうかで、まあ、皆さん逆に皆さん教えてくださいよ、どっちでしょうね、でもまあ少なからずとも今単価が高いっていうのはもう事実、この表にも表れています、だからといってボーンって暴落するかっていうのもね、そんなにイチゴって生産者増えてましたっけ、まあまあいろんなねご近所さんで、いや山下さんイチゴめちゃめちゃ増えてますよっていう方もいらっしゃれば、まあ、確かにね、今ねちょっとねトマト農家がイチゴにくら替えするなんていう話はまあ僕もいっぱい聞きますんで、まあ、とはいえそんなイチゴいきなり1ヘクタール2ヘクタールって増やしたりとかできないじゃないですか。だから、まあ、そんないきなりドーンと暴落することは僕はないと思ってます。すいませんね、すごく歯切れが悪いんですけど、はい、さあ、まあ、いかがだったでしょうか、まあ、このように、まあ、我々は今一体農産物の価格っていうのはどんなふうに推移しているのかっていうのをね、まあ、知ることによって、まあ先を思い巡らす、そして自分のところの作型に落とし込んで、まあ、増やそうかなとか減らそうかなとか設備投資しようかなとか、まあ、そんなのをね、まあ、一緒に考えられる時間に、ね、なればいいなと思って、まあ、こういったね動画を作っております。はい、ということで、まあ、次回はまだまだ続きます。今度はですね、農産物の価格推移でオクラだのニンニクだの生姜だのバラだのちょっとね、まあ、作ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、馴染みのないこの辺はねちょっと解説したいなというふうに思っております。はい、ということで今回ねこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。